イギリスの競争馬である。19世紀中頃の競合で16戦15勝、エプソムダービー、セントレジャー、大ロシア皇帝陛下プレート勝ちなどの成績を残した。セントサイモンの父がロピンのブルードメアサイヤーでもある。2歳児は、シャンペンステークスなど5戦5勝、3歳になっても、勢いは止まらず8ヶ月ぶりに出走した、エプソムダービーでもホットスパーを下し勝利、さらに、 セントレジャーも勝利し、イギリスクラシック2巻を達成した。4歳になっても大ロシア皇帝兵カップレートを8馬身で圧勝するなどしたが、ドンカスターカップで生涯唯一の敗戦を喫している。相手は、無敗の2冠馬ボルティジュールで、ザフライングダッチマンの騎士チャールズ・マーローは泥酔しての出走だった。このため、馬主、エグリントンはすぐに再戦を申し込み、 翌年2頭のマッチレースが実現した。マッチレースは、ヨーク競馬場の2マイルで行われ、掛け率は五角。ザ・フライング・ダッチマンには名誉回復のために、マーローがまたがっていた。レースは当初、ボルティジュールが先行し、その3馬信号をザ・フライング・ダッチマンが追った。そして、直線入り口からゴールまでは2頭並んでの激闘が展開され、競馬史に残るマッチレースとして、 現代に語り継がれている。結果は徐々に差を詰めたザ・フライング・ダッチマンが先にゴールに達し、一場審査でボルティジュールに雪辱した。ザ・フライング・ダッチマンはこのレースを最後に現役を退いている。ナオ・マーローは名誉回復を果たしたものの、泥酔の剣が大きく響いて、信用を失い、次第に競馬界から追い出される形となり、最後は貧乏屈で亡くなった。引退後は、 タネボバとなったがほどなく、フランスに輸出された。現役時代からの期待に比べれば成功したとは言えないが、フランスでのサンクドラールがアンドロクレスを出し直径をつないでいる。子孫は、トールビヨンや日本ではシンボリルドルフ、メジロマックイーン、東海帝王などが代表格である。ありがとうございます。